ね、お茶をいただくっていうのは、ね、いいもんですよ。この業界の人がお茶はやってなかったんで、じゃあチャレンジしようかっていうことで始めたのがきっかけです。どっちかっていうと私は仕事は動きが多い仕事ですけど、あのお茶を立ってる時には何もあの喋らないですしね、そんなにまた違った部分の私がなんかそこにいるみたいな感じがしましてね。これでいきましょう。見てる時からなんかスーッとしました。ああそうですか。いや そんなこと言われたって恐縮しちゃうんですけど、ただお茶を立ててお稽古プラクティクスして、でいろんな方とこうお話をする、うん、だからそういう一つ時をトゥギャザーできるっていうことは自分のライフにとっては、うん、非常に良かったなとは思いますね。